かつて、サスーン湾にあった幽霊艦隊。これらの実態は、モスボール中のアメリカ海軍予備艦隊であった。2008年撮影。フィラデルフィア海軍交渉で、モスポール中のアメリカ海軍予備艦隊の軍艦3隻。右から順に、戦艦アオワ、戦艦ウィスコンシン、クーボ、シャングリラ。1978年撮影。上に同じく、 1982年撮影。ピュージェットサウンド海軍造船所で、モスボール中の6隻の空母。手前から順に、海軍の再奮闘艦 SX、タイコンデロが、ヨークタウン、レキシントン、バンカーヒル、ボノムリシャールが整列している。1948年撮影。軍事分野等でいうところのモスボールとは、兵器などの機器を予備役にすること。具体的には、 再使用を考慮して極力劣化を防ぐため開口部を防水加工し保管すること。ドイツ語ではエンモッテンがこれに当たる。長期にわたって使用予定がなく人の出入りもないとわかっている場合には内部に窒素を充填して完全に密閉し金属部材の腐食を防ぐ処置を合わせて行うこともある。軍用機などを再使用を考慮して 極力劣化を防いで保管することも指す。軍用機の保管には、レーダーや無線機などの電子機器及びエンジンは、取り外して別に保管する。マスボールという英単語は、化を防ぐために、布の間に保管された、ラフタレンボールを指す普通名詞として、EN、モスボール、モスボールモスボールという語構成でもって1891年に、初出している。 使わずに保管しておく、長期間使用しないなどといった意味を持つ比喩表現。マスボールは上記の普通名詞から派生して1901年に初出する。また、保管するという動詞マスボールは1902年に初出している。軍事分野における初出は1946年のアメリカ合衆国にあり、つまりは第二次世界大戦の終わりになって、 軍艦の戦後の扱い方について、具体的に検討され始めた時期のことであった。以上は、オンラインエティモロジーディクショナリーに基づいて紐解いた。他方、英二郎では、しまい込まれてを意味する英語のインマスボールズから、派生した語としている。マスボールの原理は、防虫剤であり、日本語でも音社系、モスボールがそのままの意味の外来語としても通用する。 アメリカ合衆国では軍艦は海軍予備艦隊、民間船舶は国防予備船体としてモスボール保管を行っている。これらは必要に応じて現役復帰したり海外に売却されたり、あるいは実艦標的として海没処分となる。例えば第二次世界大戦終結時に日本の幸福文書調印式に使われた戦艦ミズーリは 朝鮮戦争後の1955年2月26日に退役した後、長らく記念館として一般に公開されていたが、31年後の1986年5月10日に再収益している。アマルグでモスボール中の軍用機。手前の一機は UH-1 ハム用ヘリコプター。奥はすべて回マイナス4ファントム2戦闘機。2005年撮影。 アマルグで、モスボール中の F14 トムキャット戦闘機。2007年撮影。アメリカ合衆国アリゾナ州のデビスモンさん、空軍基地にあるアマルグでは、時点で4400機に上る軍用機が保管されている。主な機体は、T、T-33 練習機、B-52 爆撃機、C-130 輸送機、UH-1 ム用ヘリコプター。 回マイナス5戦闘機、回マイナス4戦闘機、回マイナス16戦闘機などである。これらの機体は、スクラップとして解体、または補修用の部品取りになるか、旧式機は、新型の対空ミサイルや、電子戦装置などの自己防御システムのテスト用の、標的機となることが多いが、保管状況の良い機体は損耗補充で復帰したり、他国への供与、売却、 民間への払い下げが行われることが多い。日本の海上自衛隊が平成23年度補正予算で購入した C-130R 輸送機もモスボール保管されていたものである。また、旧式のレシプロ機や練習機はコイン機に改造されて売却されることもある。航空自衛隊では余剰機や試作機が予備機扱いとなってモスボール保管される場合が多い。 海いマイナス 4EJ 戦闘機がモスボール保管され、その後 RF-4EJ に改造されたこともある。T-2CCV は寄付基地にてモスボール保管中。その他、部品単体でモスボール保管されている場合もある。一方、陸上自衛隊と海上自衛隊では余剰機のモスボール保管は基本的に行わず、部隊間のローテーションにて運用している。 軍の場合、生産数の多い重機などは、一定数が保管されることはあっても、保管や管理に関する費用が、調達費用を上回る場合が多く、基本的には廃棄処分となる。陸上自衛隊では退役した 12.7mm 公車機関砲、M55 などを予備装備として保管している。ありがとうございます。